れから1年が経っているのかという感じです。と語っている。前年大会初日に66の高スコア。日本勢から8人が出場、渋野日向子はトップスタート。アウトコース、現地時間7時、ティーオフ。アニカ・ソレンサムももちろん来てるね。ネリー・コルダーは2ヶ月ぶりの実戦復帰だって。アジアは嫌いなのかね。ケイトリン・クラークがすごい人気だって誰？プロアマに出たバスケ選手だってさ。そりゃあ知らないよね。なんでもいいけど渋野頑張れ。